こんにちは、谷口幸太郎です。本日はデータベーススペシャリスト試験を受けてきましたので、その感想などを言う動画を撮ろうと思います。なんかやっぱり疲れたのでちょっと飲みます。集中力の改善、先週先々週ぐらい、なんか2週ぐらい、もしかしたら動画の投稿久しぶりになるかもしれないんですけど、ちょっとですね、先々週ですかね、最後に動画上げた時に結構風邪をひき始めてたんですけど、そっからかなり風邪が悪化して、1週間ぐらい体調がすごく悪かったです。熱が結構出てて咳も激しいみたいな、年末に結構そういう風邪ひいてたんですけど、それがまた再発したみたいな感じで、結構体調が1週間ぐらい悪かったです。で、先週は妻の実家の方に行ってまして、で、帰ってきてなんで、もう今週に入っちゃってたので、もう動画撮ってる暇あったら勉強した方がいいかなっていうので、動画投稿も控える方に入ったんですが、かといってその直前の1週間がもう体調不良で死んでたので、とにかく熱があったせいで勉強に集中できなくて、もうなんか意味ないなっていう感じになってたので、勉強全然できなかったですね。なのでちょっと頭の使わないことずっとやってて、幽々白書っていうアニメを見始めて、もうやばいですね。見始めて、めっちゃ見るじゃないですか。で、今週入って勉強しなきゃなってなるんですけど、やっぱ幽々白書の方を見てしまって、結局80話ぐらいまで見て、トグロ倒して、なんかテリトリーを使う能力者が出てきて、潜水ですね。潜水編に入ったところで、木曜ぐらいですかね、妻に、何してるんだって言われて、幽々白書見てるって言ったら、勉強しなくていいのかっていうことで、あ、じゃあやんなきゃっつって、木曜ぐらいに確か再開したんですけど、3日前ぐらいですね。だからもう今回、で、ちょっと午後もやってみて、印象としては、なんか、頑張れば解けそうだっていう印象はあったんですよ。初めて解いた割には結構できた感じがあって、できそうな感じがあって、木曜の時点では、あれこれ、ちょっと頑張ればできんじゃねっていう感じだったんですけど、で、昨日ですね、朝から勉強しようと思って朝起きたんですけど、週末、ここのところ、妻の実家の方行ってたので、久しぶりに家で過ごす感じになっていたので、家の、なんか家事全般が全部、溜まっていて、洗濯したりとか、もう掃除ですね。で、なんか知らないですけど、勉強すると掃除したくなる人って私以外にもいる可能性があるかもしれないですけど、なんで普段掃除そんなしたい人じゃないのに勉強しようとするとなぜかしたくなるっていう、そんな感じで結局1日掃除してて終わってしまったんですよね。で、なんか知らないですけど夜眠れなくて、もう仕方ないので幽々白書見て、もう終わってるなっていう。ここまで話すと分かると思うんですけど、もう今日は受けに行く前から落ちることはもう分かってて、落ちに行くなっていうのが分かってたので、受けに行くこと自体すごい迷ってて、過去の私なら絶対受けに行ってないレベルですね。で、ただ、最近の私はこういうなんか勉強動画アップしたりとかしていて、なんか受けに行かないわけにも行かない、なんか自分の中で、別に行かなきゃいいだけなんですけど、なんか受けに行かないといけないような、なんか変な使命感のようなものが出ていて、というのもあったのと、一応落ちることが分かっていて受けに行く、なんかメリットあるかなっていうので考えたときに、一応秋にネットワークスペシャリスト試験受ける予定なので、受験会場に慣れておくとか、全部は受かんなくても、午前ぐらいはいけるかなっていう感じがあったので、一応午前がどれぐらいできるかとか、効果測定的な意味で、落ちるにしても、今受けたら何点取れるのかっていうのがわかるので、受ける意味は多少あるかなっていうことで、受けてきました。で、今後受ける人にちょっと参考にしてもらいたいなってことで、単純に今日、今思ってることを話すんですが、受けに行かなきゃよかったなって思いましたね。会場になれるとか、今の実力で何点取れるかとか分かるっていうのはあるとは思うんですけど、やっぱり落ちるのが分かっていて受けに行くっていうのは、なんか本当に疲れますね。疲れるし、やっぱり問題できないので、なんかすげえモチベーション下がるというか、
次回受ける気をなくす可能性が高いですね。だから受かる自信ない時は本当にやめて次受けた方がやる気の面ではいい可能性が高い気がします。かなりやられるっていうか、なんかおられる感じがありますね。本番の試験でできないっていうのは、なんか非常にストレスが高いです。なので、練習のつもりでっていう受け方はなんかやめた方がいいかなって思います。まあそういうふうに思いました、今回で。今回全然勉強できてなかったので、もう落ちるのは間違いないです。なんで間違いないかっていうと、まず私は午後1、よくて午後1で落ちると思います。で、なぜかというと、午後1問い、まあ3問あって2問選択なんですけど、1問しかできませんでした。だから、まず答案を埋めてないんですよ。1問しか埋めてないので、書いたのが全部合っててもう半分しか取れないので、もう絶対に落ちてます。だから、今回の受験で出る結果としては、まあ、問い1だけを解いて何点取れるかっていう結果ですね、私の。結果は。午前も正直怪しいです、これ。6割ギリいくかなってとこですね。なんか、もしかしたら50点とかで落ちてる可能性もあるし、半分くらいはできてんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと6割もちょっと怪しいですね。ちょっと振り返りますと、まあ、ちょっと何の参考になるかわかんないですけど、一応今回受験前に私がした勉強としては、まず、これですね。ちょっと意味わかんないかもしれないですけど、データベーススペシャリスト .com というウェブサイトの過去問道場っていうページで、過去問がひたすら出るページがあって、すごいいいウェブサイトなんですけど、そこでひたすら問題をやるっていうことをやって、で、間違えるたびにこの車を組み立てるっていうことをやりました。で、これが組み上がるまで一応それひたすらやりましたっていうのを1個やってます。で、あと、これ未完成なんですけど、SQL のドリルっていうのを、やって、問題をやるたびに、まあ、パズルを組み立てるっていうのをやってやりました。で、SQL のドリル自体は一応1つの章につき2問、5問あるんですけど、2問しかやらないで進めていって、一応一通り2問ずつ、やったっていうところまでやりました。午後問もちょっとやったんですけど、午後1の問題を2問ぐらいで、やったのはデータベース設計の問題。一応なんか毎回1問ぐらいは出るみたいなんですけど、これもう間違ってると思うんで、あんまり見せたくないんですけど、なんかこういう これなんか怪しいっすよね。なんかこんなシンプルな線なわけないような気がするんですけど、こういうなんか線を引く問題と、あとこういう穴埋めですね。このパターンがなんか1問ぐらいは出るみたいで、このパターンの練習を一応2問ぐらいやって受けた感じです。で、全然足りてないです。これなんかコツつかめば結構できそうな感じするんですけど、いや、コツつかむところまで至ってなくて、すごい時間がかかってしまって、考えればできる問題なんですけど、結局時間がかかるのでできないっていうタイプですね。まあそんな感じでした。ちょっと言いたいのが、ちょっと今回対策で、反省点というか、これ受ける前から分かってたことなんですが、まず、過去問道場でひたすらやったっていう。まあ、過去問道場自体はすごくいいウェブサイトなんですが、ある程度過去問道場で回して問題に慣れたら、やっぱり普通の問題集で、網羅的なやつで、一回一周ぐらいはした方がいいなって思いました。っていうか、これは前から思ってたことで、ネットワークの時もそう思ってて、情報処理安全確保支援士っていう、試験の時は、その時の反省生かして、まあ、網羅的な問題集で全部舐めるみたいなことをやったんですけど、今回そういうことしてなかったので、まあ、絶対足りないだろうなっていうのは思ってたんですよね。過去問によく出てる問題は多分できてたと思うんですけど、ちょっとわかんない問題が結構ありました。で、あと、ちょっと考えたらわかるけど、考えないとわかんないような問題を、ちょっともう考えりゃわかるっつって飛ばしてやってたんですよね。それも良くなくて、結局、時間が足りないんですよ。40分ぐらいしかないので、これですね。受験番号書いたりとか、マークシートにちょっとこう写すみたいな、なんか、こと考えると、40分じゃないんですよね。まあ、30分ぐらいでやるつもりでいないと、間に合わないっていうか、それにしてはちょっと考える問題が結構あるんですよ。なんか、図から読み取るような問題ですね。なんかこういうなんか謎の計算みたいなやつ。
これが初見でも解けるんですよ、一応考えれば。でも時間がかかるんですよ。そこがポイントで、1回でも解いたことがあれば多分もっと早く解けるんですよ。だからこれ考えればわかる問題だなって思っても1回解いといた方がいいですね。コツみたいなのを掴んどくっていうか、感覚というか自信ですかね。一回解いたことがあるっていう自信があれば、これで大丈夫かなって思いながらやらないで、もうパパパッといけるんで。この問題結構ややこしい問題なんですけど、これ一回解いたことあったんで、もうこれで線引いてきゃわかると思ってパーって入れてきたんですよ。これ、やっぱり一回解いてるっていうのが結構大事だなって思いました。で、午後1で落ちてるのが確定してたので、午後にはもう途中で帰りました。どうせ採点されないので、もう、とにかく帰る準備して、終わんの待ってた感じでした。もうダメですね。一応やったんですけど、こんな感じでなんか、なんとか。これも合ってんのかなっていうね。まあ、ちょっとよくわかんないですね。あんまり参考にならないかもしれないですけど、ネットワークスペシャリストとか、エンベデッドとか、情報セキュリティとか、一応4種類全部受けたことがあるっていう状態になったので、データベーススペシャリスト試験の特徴のようなものをまあちょっと感じたことをちょっと語ろうと思うんですが、過去問の午後1、3問解いた人の感想なので、まあはっきり言ってちょっとやってみた人と同じレベルの感想にはなるんですけど、感覚として解けるけど時間かかる問題みたいなのが多い印象でした。ネットワークスペシャリストとかだと知らないと絶対解けないみたいな問題が出る感じで、だから知ってれば答えは頭の中にあるんですよ。だからすぐ解けるんですよね。で、データベーススペシャリストの場合は問題文に答えが載ってるタイプの問題が多い印象です。てかほとんどそうだと思います。だから答えが全部載ってるんですよ。逆に言えば、まあ分かってるから解けるとかじゃなくて、答えを探さないといけないんですよね。だから時間かければ解けるんですけど、時間がかかるんですよ。っていうなんか問題の傾向があるなって思いました。ネットワークスペシャリストの場合は、いかにこういろんな知識みたいなのを頭に入れておくかっていうのが結構、それができてないと、もう手も足も出ない問題があるなっていう印象がすごいあったんですが、で、データベーススペシャリストは逆に問題文読めれば解けるなっていう印象があって、これいけんじゃねえかなっていう、ネットワークスペシャリストよりちょっと対策楽だなっていう印象があったんですけど、そうではなくて、これも問題を解くことに慣れてないと、できるのに時間がかかってできないっていう、なんか慣れとかコツとかそういうのをあらかじめ掴んでおかないと難しいですね。難しく感じました。似たような問題やったことあるっていう状態にしておかないと、あとこういう問題はここを見ていけば解けるみたいな、なんかポイントみたいなのを掴んでおかないと、なんか時間がかかりすぎますね。そんな印象でした。まあ今回結果惨敗ということで、いつもなら受けに行かないレベルなので分かりきったことだったんですけど、読めば分かる問題でも対策がいるっていうのが分かりました今回。まあそういう意味では良かったのかもしれないですね。このタイプ、データベーススペシャリストの試験対策する人に参考にというか、自分に向けて言う感じなんですけど、時間計って練習した方がいいと思いますね。時間内に解けるっていうのがすごい大事だと思います。だからネットワークスペシャリストとかだと、いかにこうやり方とか覚える、なんか考え方とか覚えるとか、そういう面で時間かけてもいいような気はするんですけど、データベーススペシャリスト試験の場合はなんか時間配分みたいなものもかなり意識して練習しておかないとなんかダメだと思いました。そんな感じです。じゃあデスドリルっていうので、このパズル組み立ててましたけど、今日やった問題含めてもう残りのピース数よりも問題数解いていると思うので、もう全部組み立てちゃおうと思います。できました。いや、なん
かこのパズルで勉強するのは面白かったっすけど、どうでしょうね。ちょっとデータベーススペシャリストという試験は、単純に考えて資格としてはこんなパズル解きながら対策できるような問題じゃないんで、このね、このね、一問の問題がね、どこまであるんですかっていうね。ここですよ、設問1。ここから問題始まりますからね。ここまで問題の説明ですからね。これやばいっすよね。これね、これだけの情報量を早く読み取らないといけないんで、もうなんていうんですか、このパズル組み立てながら勉強するのは悪くないと思うんですけど、これで勉強したからデータベーススペシャリスト落ちたんだっていうわけではないってことです。データベーススペシャリストの問題はそもそもちょっとタイプが違うというか、もうちょっと簡単な試験の勉強ならこれかなり有効だと思いますね。これで落ちたのはこれのせいじゃなくて、こっちがより複雑な問題だという、まあ、ただそれだけという感じです。一応記念にここ置いときます。これサムネイルにするか。後頭部が壊れる。以上です。バイバーイ。